日常運動の食空間にようこそ。さて本日の空間こちら。ではごゆっくりお楽しみください。キラファミリーマートのグラタンコロッケバーガーデミグラスソースを食べたいと思います。なんか前にもマクドナルドがこういうの出したのかな、あれちょっといまいちだったんですよね。で、これはどうなんでしょうね。家族に行こうじゃなくてどうなんでしょう。あ、ここだ、ここだ。おぉ、うわ、結構香ばしい香りはしていますね。はい、こんな風になってます。パンはふわふわしてますね。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。グラタンコロッケのグラタンがクリーミーかつまろやかで濃厚なホワイトソースの旨味があって美味しかったですし、マクロンの食感もあって良かったのですが、こちらもなんかデミグラスソースが存在する意味あるのかなっていうぐらいに存在感がなかったのが残念でしたね。何のために入れているのかそこがわからないと、通常版との変わり違いを見つけられません。というわけなので、もしかしたら別の調味料のあるのかもしれませんので、デミグラスソースだといまいちかなということで、こちらのペースとさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。